延岡市政だよりです。この時間は延岡市の企画・制作でお送りします。それでは耳寄り市政情報です。今回は新しく建設された公共施設について経営政策課広報校長係の柳田修一郎さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回はこの4月からご利用いただけます公共施設についてご紹介いたします。まずはじめに新火葬場についてご説明いたします。新しい火葬場は延岡市祭場命の森として4月1日から開館いたしております。この祭場は熊谷町に建設され鉄筋コンクリート造り2階建て、延岡面積は3400平米です。これは今までの施設の6倍の広さになります。建物は火葬棟と待合棟に分かれております。火葬棟は最後のお別れを行う告別室や火葬するための炉7基備えたプラント室、収骨室などがあります。また待合棟には待合ホールや洋室、和室、それぞれの個室が用意されています。この施設のコンセプトは命の公園だそうですね。はい、命の森は命に思いを馳せる命の公園として整備されております。待合室やホールなどは光を多く取り入れるように設計され明るく開放感のある作りになっています。施設の南側には命の公園と名付けられた公園が整備されていまして、ご遺族の皆さんが散策できるようになっています。またヤブツバキや金木犀などが植えられており、彩りと安らぎの場となっております。延岡市にゆかりのある芸術家の作品も展示されているそうですね。はい、個人とご遺族の皆さんとの最後の別れとなる場ですので、悲しみや喪失感が少しでも和らぐように施設の内外に芸術作品を展示しております。待合室のホールにはアニメ界のアカデミー賞といわれるアニー賞を受賞した延岡市出身の上杉忠弘さんの作品をはじめ、延岡市出身者や延岡にゆかりのある方の作品を数多く展示いたしております。この施設が完成いたしましたのも地元の皆様のご協力のおかげですので、この場をお借りしまして改めてお礼を申し上げます。人生終焉の場として素晴らしい施設が完成しましたね。次はどんな施設を紹介していただけますか。はい、次に市立図書館北原分館を紹介させていただきます。昨年から建設が進められていました北原分館も4月1日にオープンいたしました。北浦地区には以前から公民館の中に図書室がありました。しかし建物の2階にあり、お年寄りや障害者の方が利用しにくかったこと、また本の数が少なかったことなどの理由から建設を要望する声が多くありました。北浦分館は延岡面積232平米、蔵書数はこれまでの2倍の1万4000冊となり、建物は木造平屋建てで地元産の木材が使われ、木のぬくもりを生かした明るい建物となりました。またテラスやキッズルームも設置されていますので、大人も子どももゆっくりと本に親しむことができるようになりました。素敵な施設が完成しましたね。誰でも利用することができるんですか。はい、これまで通りどなたでもご利用いただけます。開館時間も平日は午前9時から午後7時まで、また土日と祝日は午後5時までとなっております。また毎週月曜日が休館日となっております。新しくなりましたこの分館をぜひご利用ください。3月には東美中学校の体育館も完成しましたね。はい、3月の中旬に完成し、新しい体育館での初めての卒業式が行われました。延岡市では小中学校施設の耐震化を平成27年度までに完了する計画です。子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、現在急ピッチで耐震補強工事や施設の増改築工事を進めています。西品テニスコートの改修も順調に進んでいますね。はい、新しいテニスコートはコート数が12面となり、全天候型になりましたので、雨の後や大規模な大会でも競技開催が可能となります。また大会運営管理棟も設置しましたので、大会のスムーズな運営をサポートできます。
その他、照明設備も増やし、6コートで夜間の利用ができるようになりました。また、テニスコートの 南側にある球技場も全面芝生化しましたので、今まで以上に使いやすくなっております。一般の方の利用につきましては、テニスコートが4月23日から、また球技場は6月からとなっております。これからの利用が楽しみですね。その他に何かありますか？はい。現在喜多方町に建設中の新しい最終処分場についてご説明いたします。現在の川島埋め立て場の埋め立て可能なスペースが少なくなってきたことを受けて、新しい処分場を建設することになりました。現在地下水の排水工事を行っていますが、今年度は本格的に造成工事と水処理施設の工事を行い、今年度末にはおおよその形が見えてくる予定です。平成25年度中の供用開始を目指し、順調に工事が進んでいるところです。また4月からドクターヘリが運行されています。延岡市内には現在37カ所のヘリ離着陸場が設定されております。離着陸の際には騒音や風などで皆様にご迷惑をおかけすることもありますが、ドクターヘリの役割をご理解いただきまして、ご協力をよろしくお願いいたします。今回は経営政策課の柳田さんに新しい施設の紹介をしていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。延岡市政だよりをお送りしました。